ガブリエウ・アルマンド・デ・アブレウは、ブラジル・サンパウロ出身のサッカー選手。ポジションは DF。バレンシア CF 所属。ガブリエウ・パウリスタの名前で知られている。2015年冬の遺跡市場で、スペイン、リーガー・エスパニョーラのビジャレ・アル CF から、イングランド、プレミアリーグのアーセナル FC へ加入。同年2月16日の FA カップ4回戦、エミレーツ・スタジアムで行われた。 ミドルズブラ FC との試合で、アーセナルでの初出場を遂げた。2015年9月21日のチェルシー、FC 戦では、ジエゴ・コスタと口論となり、両者退場処分を受けるなど、プレミアリーグに馴染むことはできなかった。2017年8月18日、バレンシア CF と2022年6月30日までの5年契約を結び、リーガエスパニョーラ復帰を果たした。 2015年3月20日、負傷したダビド・ルイスに代わって、ブラジル代表に初めて招集を受けた。ブラジル代表はフランスそしてチリと対戦したが、パウリスタの出場機会はなく、それ以降はブラジル代表への招集もなかった。2020年12月9日、スペイン国籍を取得した。これにより、スペイン代表に出場できるようになった。しかし、 UEFA ユーロ2020の代表からは落選した。ありがとうございます。